話進めたいねんけど、ちょっと有馬記念がショックでさ。21番人気は来ねえよ、本当に。なんかもうあれ、当たらないイメージしかないです。いや僕全然やったことないんですけど、競馬とかも。熊ちゃん、掛け事って別にしない？基本的にしないですね。はい、まあ、昔、その競艇とかはやったりしたんですけど。あ、近鉄で？あの、近鉄時代の近くで？住之江でも行ったことないです。連れてかれました。住之江連れてかれましたね。近鉄の選手、俺逆にそういう掛け事してるイメージしかない。あ、そうですね、多かった。あ、はい、昔は本当多かったです。競艇な、競艇パチンコ。パチンコ、はい。そういうイメージが俺の中で近鉄ってあるんだけど。金村さんとか。金村さん僕一緒にやってはいないんですけども、でも、その、やっぱり代々の、こう、受け継いでるのかわからないですけど、先輩方たちは多かったです。もう、ただ遠征の移動しました、うん、パチンコ行きます、うん、最後まで行ってから飯食って帰るとか。なんかそんなです。パチンコ最後までってあれ10時、11時とか、ね、そうそうそう、はい、上から目に行く昔の野球選手だそんな選手ばっかだったので。上原浩二の雑談魂、雑談魂。いやいや、クマちゃん、日本、アメリカの21年間はい、こいつ嫌だなって思ってたバッターって誰？どっちでもいいよ、日米どっちでもいい。日米ですか、うん。まず日本でやったときはもう松井和夫さんとかもすごい嫌でしたね。おもう打たれまくったっすね。年間で、はい、多分ほんと5割6割ぐらい打たれて、でホームランも先頭打者ホームラン3本ぐらい打たれて、すげえそれ、すごい相性がってなりましたね、うん、はい、もうその時はもうもうしょうがないみたいな思って開き直ってもいましたし、はい、他におらん小笠原さんとかやっぱり嫌でしたね。ガッツ、はい、ガッツさん。怖かったですね、やっぱり。初ホームランも小笠原さんで、初登板。プロ、プロの初飛弾。はい、はい、もうレフトにシュートをパーンとホームラン打たれたんですけど、おやっぱりすごい選手だったですね。あの、やっぱあのフルスイングがやっぱりあの怖かったです。大阪ドームだから広いっていうイメージはある。打たれたのはどこで打たれたの？は東京ドームです。東京、はい、じゃあちょっと狭いな。じゃあちょっと狭いな。クマちゃんの投げ方になるとやっぱり右バッターってちょっと怖いイメージがないかな。向かってくるスリークォーターだから、ね、やっぱり左バッターの方が苦手になる。苦手でしたね、どちらかというと、うん、やっぱ左率も高かったような気がするんですね。右はシュートがあったんで、うん、とスライダーでこう大きく曲げてっていう若い時はやってたんで、なんとかこうカブレラとかもいて、うん、あの嫌なバッターでしたけど、もうどんどん追いかけてくれたんで、うん、打ってくれたんで、右はなんか、そうするわけです。松中さんとかは、国保さんとかも、松中さんとかはもう嫌でした。ダイエーはとにかく嫌でしたね。大島さんとか、井口さんもいたんで、いい打線だね。柴原さんもいたね。柴原さんが入って、うん、あ、いい打線。はい、村松さん、あ、村松さんもいました。うん、すごい嫌だったですね。うわ、最強打線じゃないかなっていう。うんうん、俺は2000年にそのダイエット日本シリーズやってるんだよね、はい、応援の決戦、はい、うん、いきなり城島の俺バックスクリーン3ラン打たれた。いきなりっていうかジャイアンツが初回かなんかに3点取って3-0で2回初回か2回でいきなり、まあ、俺も3ランバックスクリーン打たれて、おいもう同点かいっていうのを覚えてるぐらい。ダイエット強かったですね。本当に抜けないですもんね。なんか力抜く場所がなくて。そのパ・リーグでやっぱ DH やるか、はい、抜かれへんやんか。そうですね。抜くとこないやんか。そうですね。抜くところが大体8番。まあもちろん、その下位打線が一番抜けるんですけど、まあ基本的には抜くところはないんで、うん、まあそういう、まあそういうもんだと思ったんで、僕はそれ育ってきたっていうのはあるんですけど、うん、まあでも当時のダイエーでいうと、もう本当僕の中に抜けるのがショートをやっていた鳥越さんだったんですよ。ほうほう。だけど鳥越さんによく打たれたんですよ。一発はないですけど、うんうんうん、やっぱちょっと気持ちも抜いちゃってるから簡単にヒット打たれちゃってて、まあでも鳥越さんも嫌な選手でもあったし、まあダイエーはとにかくまあまあ強かった、強かったな、はい、2002年俺も日本シリーズ出た時は
セーブやね。あ、和田さんがいて、カブレラがいて、はい、カズオがいて、あの時も嫌やったけど、嫌やったけど、あの時はまだセリーグがね、パリーグに勝ってた時代だったけどな、今はね、パリーグ強いなっていう。でも、当時は上原さんですけども、うん、橋さのりさんとか、その先発ピッチャーがしっかりいたじゃないですか、小田さんがいて、はい、うん、だから強かったんだと思う。ただまあ僕もこれ言っていいのかわかんないですけど、いやジャイアンツ僕は初めてセリーグの入ってみて、まあそのもちろん戦い方でもあると思うんですけど、まあ今年そので言ったら友幸とサンチェスがまあ先発2人がまあ投げれたかなっていうぐらいで、あとはでも本当に計算できるあれがないし、まあ、ね、はい、今年はもうほんまにやってみないとわからないっていう位置やから、そうそうそう、うん、先発ピッチャーがしっかりローテーションを投げてきての日本シリーズじゃないじゃないですか。やっぱそれ様のもので聞いてみなあかんね、やっぱりセ・リーグとパ・リーグ両方経験してるわけよ、はい、だからそのセ・パの違いみたいなのは、うん、俺はねセ・リーグしか知らないから今よく言うやんか、うん、はい、あの今年は日本シリーズ終わってから DH がどうだとか、うん、セパとの違いどうだとかあるやんか。一番感じるのはどこ？ピッチャーの差。やっぱりピッチャーの差ですか、はい、うん、先発ピッチャーの、はい、うん、実際セリーグのピッチャーも球速いのいっぱいいるわけじゃないですか、うん、いろいろ。でもやっぱその先発とかしっかりこう、うん、ゲームを作れてるか作れてないかっていう、うん、そういう差が、まあソフトバンクはもう、まあ、何年も今こう日本シリーズも出てっていう戦い方も知ってる部分もあると思うんですけども、そういうローテーションもしっかりしていて、選手たちが自分が何すべきかっていうのはやっぱ分かってるのかなっていうふうに見えましたし、まあ、ジャイアンツはやっぱりその経験値が少ない選手もやっぱりこう先発して投げたりしてたんで、そういった差なのかなっていう、うん、確立された先発ピッチャーがいないっていうことで、ね、うん、DH はどう思う？ DH はどうですかね、 DH の差はもちろんあると思うんですよ、うん、あの打線とか に、うん、によっては絶対あるんで、いやその DH によってピッチャーが鍛えられるっていうこともあるからね、うん、だから熊ちゃんがその20歳、21の時に、まあ、例えばもう3、4回で5、6点取られてたら、うん、5回ぐらい変えられる可能性がセ・リーグやったらある、はあ、はい、打線、ま、打順回ってきたら、うん、でもパ・リーグの場合はもうちょっと投げさせようかっていうことができるのか、ね、はい、DH は、はい、それによってやっぱり鍛えられる部分ってあると思うね、絶対あると思います、やっぱりピッチャーってやっぱり投げていかないと経験値がどんどん増えていかないんで、 それはあると思います、ね、まあ、そういう意味では DH って ない方がいいのかなと、そうです、ピッチャー育てるためには、うん、うん、確かに DH あった方がね、あった方がこう鍛えられる、難しいんだよね、その DH だけじゃないから、確かにそう、今 DH だけをなんか取り上げられてることが多いからね、うん、それだけじゃないっていうことをちょっと言いたいんだけどね、うん、梨田さんも言ってたもんね、やっぱりあのサンデースポーツに行った時に、はい、やっぱ熊ちゃん一緒にやってるやんか、はい、だから熊ちゃんがその若い時にやっぱ投げさすことによってすごい鍛えられたんじゃないかっていうことですから、そうですね、やっぱり、うん、そのまだ当時も僕らの時は先発完投みたいなっていう時代でもあったんで、パ・リーグなんか特にやっぱりそのエース級のピッチャーがとにかく完投してるっていうのがすごいあって、まあ僕なんかもやっぱりそういう先輩たちを見ながら、まあ、投げ合いしながら、うん、あの鍛えられてたなっていうふうに思ってます。150球ぐらい投げたことある？1試合で、いや、ないですかもしれない、多分僕の記憶では151回いかないかぐらいのが1回ぐらいしかないと思います、うん、だいたい平均120、130ぐらい、うん、はい、今はもう120も投げへんでしょ、うん、投げないですよね、確かになんかもう1回やるのに投げへんっていうのは、うん、ちょっと俺には分からへんのよ確かに4日やったら分かるよ、アメリカみたいに、はい、なんか4日だからみんな100球を前後で交代してるわけやんか、うん、中6日の休めって100球しか投げへんねんで、確かにそうですね、それはちょっと甘えてんじゃないって俺思うのよ、いや分かります、なんとなくですけど、うん、僕もまあ、 あのアメリカを経験して中4日を投げた時に、うん、あ、日本は中6日でこれだけ時間あって、まあ、当時僕の時もまあ関東ってのありましたけど、だんだんそういうのがなくなってきてて、うん、中6日の時間を上げるなら、いやもう中5でいいんじゃないかな、うん、中5だったらまだピッチャーもこう
どんどん回して投げれるで100球ぐらいやったらそれでもなんかいいんじゃないかなっていうふうには思ってましたね。だ今の野球って大体100球で、ね、いろいろ言われてるからだったら中5日でいいよなと思うよね、はい、なんかもう一回ちょっと休みすぎでしょ、うん、あの投げれるはずです、うん、投げれる投げれます、はい、僕はあの中6日でずっとやったの中4日で投げれるようになったんで。そうだよ、いきなり2日減るわけやん。そうそう、うん、それがあ投げれるんだなってっなったんですよ。あの、うん、それはまあまあ、メジャー162試合で休みがまず少ないってのもあって、うん、まあ、結構ボールもキャッチボールの感覚でやっぱ投げることが多かったんで、まあ、ある程度いい張りを残しながら先発して投げてた、うん、でそれが中4日ずっと投げれたので、あのその辺はこ う, うまく調整しながら、まあ、中5日がちょっと厳しくなればちょっと開ければっていうのを考えると日本は中5日でも回せるっていうふうに思います。こまちゃんジャイアンツのコーチやったら、いや、声がな声がからなかった、はい、そっか、はい、俺と一緒やな。福岡は19、20か2年やね、はい、俺が18、19 実はね、俺が引退現役最後のキャッチボール相手クマちゃんになるってことだな。そうですね、そうやな、はい、嬉しかったですね、球場でな、っていうか、このボールで引退するのと思って受けてました。なんで引退するんだろうと思ってましたもん。もうね、一軍に呼ばれることがなかったからね。そう、やっぱそういう、そうですね、でも投げないとっていうのはありますよね、うん、それはそうですよね、何のために日本でっていうのはもちろんあると思いますし、うん、だから俺とか小林さんも引退って言いにくいよ、向こうから。なあ、絶対もう、だからこっちから言わないことには動いてくれないし、なあ、うん、だもう言っても申し訳ないなっていうのが俺はもうあったから、うん、そういうあれだったんですね。いや、キャッチボールしてる時のあのボールはもう全然まだまだできるなって思って、うわ嬉しいね、いや思ってましたよ、うん、まあ、僕なんかはもう、まあ、もう本当ジャイアンツ来てるのはまあ何もできなかったんですけど、うん、でも、まあ、僕はそのジャイアンツで最後あのこう引退を選ばせてもらえてっていう、で若手にこうアドバイスしながら、うん、あのできた2年間っていうのはもう貴重な時間で、まあ、感謝してるんですけど、まあ、上原さんのこと思い出すと上原さん絶対まだできるやんと思ってキャッチボールしましたからね。ね、残念だけどそれはね。いやもう球の質が違うんです、まず。っていうかこれだけ強いボール投げれて、っていうかスピードガンじゃないんですよ。キャッチボールしちゃうの絶対わかるんですよ。もう軽く投げてるのに強いんですよ。パーンってくる手の感触が。で、手が離れるこのキレみたいなのも全然この若い子たちも全然違うんですよ。むしろもっと若い子たちに学べようと思ったんですよね。で俺がその2軍から1軍、じゃあ1軍から2軍に抑えた時に、その19年の、東京ドームかオープン戦でやった時に落ちた理由として、もうちょっとスピード上げてくれって言われてた。そこがね、なんか違いますよね。ああ、そっか。うん、その監督から言われるんですか。うん。投手コーチから言われてる、うん。いや、投手コーチから言われたんじゃないの。新聞で知ったのかな。あ、そうなんですね。確か新聞で知ったのかな。なんで直接言ってくれへんねんっていうのを言ってたね。言えなかったっす。でも、いや、言えないとおかしいよ。おかしいですよ、ね。投手コーチの方が全然年齢も上やるからさ。何をビビってんのって話になるよ。いずれ通らなあかん道を二人が通ったってことで、ね、引退したっていう、はい、野球、何カードゲーム行く。ちょっとしんみりになったから、明るいとこ行く。おう、俺3連勝してんだ。おお、すごいっしょ。すごいっす、ね、俺が勝ったらなんかクマちゃんグッズ。あ、わかりました、うん、で、俺が負けたらクマちゃんグッズ。お、ないないぞ。クマちゃん、吉野部とかなんかいいぞっていう声が多いよ。田口君、全員ピッチャーで。